罪立ちしろ、プロとして恥ずかしい。ロッテに負け続けているのはプロとして恥ずかしいというより、なんとかしなくてはいけないという気持ちの方が大きい。30日のロッテ戦に先発する西武の住田千尋投手が開幕からロッテ戦11連敗中という不名誉な記録のストップに目の色を変えている。29日、埼玉県所沢市の球団施設での練習後に報道陣の取材に応じ、とにかくチームの勝利に貢献したいと意欲を見せた。ロッテに同校以前に負け続けてて恥ずかしいか。ロッテ以外にも負けまくってるやん。ロッテだけならダントツ最下位ならんやろ。勝ち越してるのがオリックスと中日だけだしな。むしろ西武に負け越してるチームがあることに驚くが。まあ今井武内ぶつけられた1カード負け越すだけなら理解できる。楽天はお得意様やって聞いたのに。何しろ開幕から全敗だから。まあ一勝もできてないのは派手にヤバい。ロッテ戦抜いても最下位だろ。高み表当てるのに固執し続けてる2チームが5、6位なのなんとも言えないね。恥ずかしいならちゃんと勝てよ。今月チーム5勝もしててすごい。なんでロッテに竹内当てないの。今井、住田、青山、本当にこれで勝てるのか。シーズン0勝やっけ。さすがにヤバすぎるわな。このままいったら多分史上初だろ。なんとかしなくてはいけない。つまりなんとかしなくてはいけない。毎回ロッテから連敗スタートするから全然100敗あるで。いっそこのままシーズン0勝達成してほしいまである。